ケーラ、己の一生が全て定められていたとしたら何とする？勝者は勝者に、敗者は敗者に、なるべくして生まれ、どのような経緯をたどろうとその結末へと帰結する。この世界の仕組みとやらがそのようになっていたとしたら何とする？と、今の口上にデジャブを覚えた者はどれだけいるかな。つまり私を知っているかということだが、まあ知らぬなら知らぬで構わんよ。私は新参の者を粗略に扱うほど強力ではない。とはいえ完全に無知というのもさすがに問題があるのでな。最低限の知識としてディエスイレパンテオンという言葉を調べたまえ。それが我々の掲げる大義、いわば旗印となるのでな。その概略を理解すれば私個人のことを深く知らぬままでも構わぬ。ここに来た以上、いずれ我らの物語は必ず交わる。よって細かい順番は気にしない。私は私の人生をすでに終えたが、いまだこうして舞台の上に立っているのだから。この奇妙な状況に対抗するため K の力を借りることにもなるだろう。その時のために覚えておけ。私は全てを愛していると。さてどうかな。K にデジャブはあったかね。ああ、なるほど。事前に私の友が気を利かしてくれたらしいな。お前も、お前も、そしてお前も、見知った顔ばかりではないか。そんなに私とまた会いたかったのかね。まったく、一方的な好意を向けられても迷惑なのだが、そこは説明の手間が省けたと考えよう。お前たちも知っての通り、この世界は神が代替わりを繰り返す。つまり原則として一つの時代に複数の神は存在できん決まりなのだが、どうもそれが崩れたらしい。もしくは我々の知らぬ事実があったと言うべきか。ともあれそうしたわけで、本来顔を合わせるはずもないと思っていた面々が一堂に会してしまった。興味深い話だろう。まあ私は愛しの女神に再会できただけで十分だがね。彼女が望むことならば何でもやるつもりだよ。こんにちは。みんなは私のことを知ってるかな。それとも初めましてかな。もう他の人が説明したと思うけど、私たちはそれぞれ役目を終えて退場したね。でもどうしてかここに集められてしまったの。その理屈も目的もわからないから不安だし、嫌な予感がするから今後の方針をみんなで話し合ったんだ。まあ、あんまり平和な感じじゃなかったけど、怖い人たちばっかりなんだし、そこはもうしょうがないよね。特に、レンが苦労してたよ。だから私たちの身に何があったのか、そして、これからどうなるのか、知ってくれると嬉しい。あなたは知るべきだと私は思うの。
まったく、何の因果でこんなことを。二度と会いたくなかった奴らと再会しただけじゃなく、それと同レベルに面倒そうな奴らと面識を持っちまった。挙句そいつらと協力しなきゃいけないんだぜ。どんな嫌がらせだよ。絶対まとまりなんか取れないだろ。でもマリーはやる気だし、そもそも最初に OK したのは俺だしな。そりゃこうなった以上、監視するって意味でも一緒にいた方が便利だけど。ああ、悪い。なんか愚痴になっちゃったな。別に弱音を吐くわけじゃないんだが、俺の立場を察してくれると嬉しい。実際まともなやついねえんだよ。いろんな意味で五越同州どころじゃない。なんか面白そうとか言うなよな。多分お前らも近いうちに人事じゃなくなるぜ。だからまあ今のうちに準備しとくのを進めるよ。苦労人の仲間が増えてくれりゃ俺としても助かるからさ。わからないことをさえずっていう。俺はただ一人になりたい。俺は俺で満ちているから、俺以外のものは何もいらない。ようやく真の平穏を得たと思ったら、これは一体どうしたことだ。あやかどけよ。いいんだよ、このクソが。俺の体になぜ触れる。掃除はいるな。だが、メインロード。俺のクソを巡りでやるから。クソはクソ同士で殺しない。ここからいねえよ、ゴミどもが。俺の体に登ってくるな、はい回るな、増えるな、泣くな、臭い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 。諸君ら、最も罪深い悪は何だと思う？殺しか、盗みか、もしくは偽証か。確かにそれらもどしがたいが、根ではない。あらゆる悪は無知から生まれる。わからないということが人を怯えさせ、愚かな行為に走らせるのだ。故に私は過去にその一層を目指したもの。結果はともかく、今も思いは変わっていない。不明なことは解こうとするのが私の性で、だからこうしてここにいる。よって諸君らも私のことを知っておけ。悪に染まらぬためにもな。我が名は明星。近いうちにまた会おう。さて、参ったな。俺はお前たちに言うことなどない。他の連中からは無惨などと呼ばれているがね。要は何をやっても恥じず悔いない男というわけ。よって本来このような場に出るべきではないのだ。俺はとうに退場した身だ。後世のことに関わるのは主義に反する。だからお前たちは好きにやれよと言いたいところだ。どうも事情が変わったらしい。俺は蹴りをつけたつもりだった。
まだ終わってなかったようだ。実に茶番だが、是非もあるまい。終わっていないのなら続けなければならないだろう。何を？もちろん無残の諸行さん、やり残しに始末をつける。具体的なところはいずれわかるさ。まあ見ていよ。まずは自己紹介をしておこう。私はシンガ・ミトラという。今回他の連中を集めたのが私で、彼らを指揮するのも私だ。お前はリーダーなんて柄じゃないと知人に言われたし、その通りだと思うが、こんなおいしい立場を他の者に譲る気はないよ。だってそうだろう。実にいい男たちが揃っているじゃないか。あれほどの奴らを堂々とおもちゃにすることができるのだから、これほど妙利に尽きることはない。無惨は昔から大好きだ。あいつの殺意は極上で胸がときめく。明星の生真面目なところはからかいたくてたまらなくなるし、水銀の変質的なところにはゾクゾクするよ。黄金の激しさ、惜しさ、実に私の好みだし、刹那の堅くなで一途なところなどは可愛くて仕方ない。そしてハジュンも、あの問題児具合が母性本能をくすぐるな。そんな感じで全員私の男になってほしいと思う。というかそうするつもりだ。すべての男は私に惚れるべきなのだから、何もおかしくないだろう。申し訳ありません。このような場に呼ばれましても、正直何を言ったらいいものやら。いえ、もちろん光栄には思っています。光栄すぎて身に余ると言いますか、むしろ恐れ多いと言いますか。私は他の方々と比べ物にならないほど卑小ですから、やはり分をわきまえるべきでしょう。代わりに敬愛する我が主のことを話させていただきます。その名は諸行、偉大なる七代目の信者にして非常に勤勉ではありませんね。しとやかとも程遠く、快活というよりはわがままで、食い意地が張っていらっしゃる上に寝起きも悪くて片付けが苦手で、面倒くさがりなのに好奇心は旺盛ないたずら好きという、それはもう本当に困ったお方ですから、いつも私が大変な目に。って、すみません、今のなしです。主は、そうです、お風呂が大好きな方でした。とにかくそんな感じで、誰よりも熱くまっすぐなお心をお持ちですから、どうか皆様主をよろしくお願いいたします。今何時じゃ？まあ何時でもよいけども、私が目を覚ました時が朝なのじゃから問題あるまい。というわけで早く着替えを持ってまいれ。それから湯は沸いておるか？お風呂じゃ、お風呂。今日も慎んで私の背中とか流すがよい。って誰じゃお前？さては夜行か流水が作った式神か？なんともさえん面をしとるの。
私の家臣になったのならもっと覇気を持たんといかんぞ。覇気を、私は天下一の将なのじゃから、主君に恥をかかすなよ。いつも遊び相手になって私を楽しませるために生きるのじゃ。ふふふ、この上なく名誉であろうが、苦しゅうない、苦しゅうないぞ。ふはは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 、やかましい。真面目にやらんと叩き潰すぞ貴様ら。へっ、母上、ごめんなのじゃ。はい、こんにちは。トリを務める美少女ちゃんの登場です。え、お前誰だよって。うんうん、そりゃそう思うよね。じゃあ簡単に説明しよう。僕はこの物語の主人公、つまり一番目立つ立場だからよろしくね。と、まあテンションを上げないとやっていけない気分なんだよ。そこはいろいろと察してくれたら嬉しい。これまでの流れで他の連中がどんなもんかはなんとなく分かったでしょ。僕、あいつらを仕切らなきゃいけないんだよ。神羅の命令で。くそ、あの女いつか絶対抜かしてやるから。その時は君も手伝ってよね。約束だよ。